バイクに乗って夕日を見に行きたいと思います。はい、ということでこれからバイクに乗って夕日を見に行きたいと思います、はい、今ね、ちょうど時間はね、4時半だんだん日が落ちてきて、こっちに夕日が落ちますけど、今からちょっと違う場所に行って楽しみたいと思います。はい、はい、ということでこのバイク買いました。2日で2500円、ちょっと高い。2日じゃないし、24時間って感じだよ。山に入ってきました。涼しいよ、めちゃめちゃ。あっちに僕ら泊まってます。覚えてる？ここ天本が覚えてる。3年4年前世界一周した時もここで泊まって景色を見ました。ああ、景色が良かったよ。今はなんかここにサインがあるし、あっちに壁があるし、あっちもサインがあるし、ちょっと変わっちゃいましたけどめっちゃ綺麗です。このまま景色がいいよ。山を越えてシュニガンの方に行きたいと思います。海にぶち当たりました。低っ。ロータイドでめっちゃ人がなんか畑みたいな感じで海でなんかやってるよ。昔このレストランで食べました。そうだね、ここおーい、橋に到着です。この黄色い橋に到着しました。ここからはチューニンガン、次の島に繋がってる、ここだけだよ繋がってるのが。橋の色は3年前と変わっておりません。なんかマスタード。ちなみにね、ここの港からムサペニダとかの島に行けます。うわ、狭いね、ここ急だし。あ、そう、お通行じゃないよ。あ、これ言っていいのかな。俺これをさ向こうから来た時に避ける自信はないよ。転んで川に落ちたらごめんね。保険がないよって言われましたよ。行きましょう。うわー、風が気持ちいい。そんな早く行かなくていいよ。はい、止めていいよ、危ないなら。行けた。行けました、ね、うわ、めっちゃ水きれい。今は運転に集中してほしいんですけど。天文館からチュニガンには車では渡れない。あ、下から行けるわ。ワンちゃんが来た。ワンちゃん来ました。こんにちは。ごめんね、餌がないよ。かわいいね。餌が欲しいかもしれない。うん、そう。あとタカがワンちゃんに手を出すのが危ないよ。そうなんです。噛むかもしれないよ。いや、だいたいわかるよ俺。はい、諦めました。バイバイ。こいつらは使えないと思う。分かったかもしれない。水がありませんね。全くなさすぎて。ロータイド。あ、あそこのツイング。今カフェで泊まりました。レナ社長が見つけたおしゃれなカフェ。いい感じだよ。プールもあるし、ただ音楽がうるさい。また後で来る。うん、行きましょう。はい、ブルーラグーン着きました。あっちって書いてあるよ。ちなみに入るビーチじゃないよ、見るビーチだよ。見るビーチ、めっちゃ綺麗だ。今夕暮れ時だからちょっと光が当たってないけど、太陽が当たるとね、真っ青なエメラルドグリーンみたいな海になるもんね。もうここすぐそこが崖です。ちょっと怖いよね。恐ろしいこと言いました今。3、4年前に世界一周した時のブルーラグーンを見たい方はぜひ若いレナ社長と、もっとガリガリのタカ社長。世界一周の時20キロぐらいかな、痩せてたのでカリンコリンでしたね。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今カフェかな。そう、断崖絶壁のカフェ。なんか世界一周の時から僕らの動画を見てくれてる人はなんかすごい今懐かしい思い出を振り返ってるみたいだよね。一緒にコメントしてください、その頃から見てましたっていう人は。
ちなみにね、こっちがね、ジャンピングポイント。最高ですね、この景色。え、おいおいおい、俺の帽子やけどするもん。本当はね、このビール飲みたいところなんだけどね、ビンタンビア。ただ大丈夫だと思うよ、多分警察はいないと思うから。多分飲んでいいと思う。あ、ただやめときます。これで転んで怪我したら社長に怒られますので。ちなみにね、ここを降りていくとね、飛び込み台があるんだよね。ここがね、1個目の飛び込み台。1回飛び込むのに1人250円かかる。社長何やってんの？足が焼かない。ここにいる外国人の中でそれやってるのレナだけだよ。あと一番真っ白白だよ私。みんな焼こうとして裸になってるよ。あとこの帽子の大きさが全然合ってないよ。合ってない。いかに俺の頭とレナの頭の大きさが違うか分かるよ。最高です。バナメルクシェイク来ました。だいぶ薄い。多分ミルクね、入れ忘れてる。ちなみにあそこに見えるこの島がね、レンボンガン島です。で、こっち側がね、チュニガン。今僕たちが黄色い橋渡ってきたところ。皆さんやばい、夕日が落ちます。雲があるから雲に夕日が落ちます。でも後ではこれ全部ピンクになるからめっちゃ綺麗になるよ絶対に。落ちました。日が沈んだ後にゴールドピンクみたいなグラデーションになってる。超綺麗。最高ですね、ゆっくりと。お腹減ったから食べに行こうか。レナ社長の運転で行こうか。二人とも死にます。多分あのでかいの多分レナ運転できない。ちっちゃいのだったらいけるかもしれんけど。あとレナ国際免許取ってないもんね今回。乗りもできないし。いやもちろん俺後ろ乗らないよ。誰があなたを信用すると思いますか。私も信用しないから。すごい静かなところ、まあ、音楽がうるさいけどそれ以外は静かな。目の前にプールもあります。ワンちゃんもいます。こっちのチューリガンはワンちゃん多いね。レンボンガンも、割とあんまりいなかったよな本当は。私たちのホテルの後ろに一匹がいる。ああ一匹だわ。ちなみにバリに来て5日目ぐらいだけど、ご飯はね何食べてもうまい。何食べてもマジでめちゃくちゃうまい。私はめっちゃシーフードを食べてる。俺いつもナシゴレン食べてる。ナシゴレンどこで食ってもうまい。300円から500円ぐらいナシゴレン。あまり日本食は恋しくならないぐらいうまい。うん、ほらね、まだ恋しくなってない、ね、そう。サラダ食べてみて。ブルードリームサラダだよ。青い夢のサラダだよ。わかんない。食べきりました。美味しかったですか？まあまあ美味しかったよ。ワンちゃんがいます。バイバイワンちゃん。あ、こっちにもいる。みんな可愛いよ、ね、綺麗だよね。はい、ということでホテルに帰ってきました。8時かな。そうだね、8時ぐらい。真っ暗です、はい、僕らの部屋はねプールの101です。ということで帰ってきました。お部屋、そう、私たちの部屋はプライベートプールがついてるよ。こっちでめちゃめちゃいいよ。はい、帰ってきました。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。
皆さん多分ここからプールに飛び込みます、はい、さよならバイバイ。